はい、皆さんこんにちは。セイキン TV のセイキンです。あー、わかるか、これ何だろう。やべえやつ来たわ。やべえやつ来た、これハロー YouTube。 どうも、ヒカキンです。これ見て、これかっこいいでしょ。これかっこいいんだよ。ベレッタ M92F。 そうです、バイオハザードのハンドガンだね、これ。そう、よく使われるね。怖え。それもね、ガスガンでめっちゃ重てえの。そう、これいいやつ。めっちゃいいやつなんですよ。だからエアガンってね、ほら一発ごとにこう撃つときにこれスライド引いて一発でしょ、うん、ガスガンだから一回だけ最初に引けば、あともう連発でバン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 。確かね、ボンボンって感じだよね。ボンって感じ。そう、音結構重いんですよ。かっこいいですね。でもね、決して人に向けないように、ね、もちろんそうです、うん、我々ね、結構昔ほらエアガンとかで遊んだじゃん、うん、で僕は結構ベレッタのこういうタイプが好きで、こいつはねデザートイーグル。そうなんだよね、デザートイーグル、マグナム系ね。すごいでかいんだよね。ちょっともっとでかいタイプのエアガンだね。エアガンをよく持ってた。なんかさ、六角レンジでさ、ポップアップのさ、あ、やったやった。そう、六角レンジをちょっと強くするとホップアップが上がる。そう、ちょっと上がる、強まるっていうか、そういうので小学校の時打って遊んだ。よくやったよね。そう、うん、で、今日はで、今日はね、ガスガン対決です。まあ、僕伸びた球なんで。伸びた球か、ドラえもんの伸びたって知ってる、あれ。めっちゃ射的うまいんだよ。そうで、今日は一応的を用意したので、うん、1人10発、10発で、10発でどれほど、的の中心を仕留められるかっていうことですね、うん、だから10個開いた穴がどっちがね中心に寄ってるかってことで、寄ってるかで、勝負がつきます。はい、じゃあまずせいちゃんのターンから。せいちゃんのターンいきましょうか。来たよ、悪いやつ来たよ。これね、こうやって入れるんだ。これでいいんだよな。そうだね。そうだね。うわ、怖え。これどこで入れるの、これ。結構吹き出すまで。そうなんだ。逆流してくるまで入れます。これ冷たいんだよ、ガス。え、結構入るよ。あ、入るよ。結構してるけど。いや、まだだね。あ、オッケー。あ、違う。冷たいんですよ。ガス代もすごい冷たい。マガジンが冷たくなってる。そう。で、これね、本当は冷たい状態じゃない方がいい。怖え。だから、うって、これでねえから。これじゃねえから。それでは行きましょう。実家の狭い部屋で。一本目、せいちゃんのターン。スタート。いきましょう。うわ、うわ、怖い。これ羽、あ、そうか、あの的ちゃんと中に収納されるやつだ。そう、あの的はね、うん、いいやつなんで、そうか、そうか、中に弾が収納されるから、取り散ることはないですね。オッケー。だから的を外さない限りは大丈夫、うん、なるほどね。そんな下手じゃねえだろ。さ、ゆっくり打っても連発してもいいよ。やべ、やってる。前出てくないよ、あんまり。おう、いくぜ。はい。やば、結構外したな。ただこっからだから、大体これで分かったでしょ。はい、大体分かった。2発目、うわ、すごい音すんだな、これ。ガスってやってるね。煙を、煙出てないけど、うわ、すごいガスだ。よし、はい、いきまーすって言ってから音すいや、結構せっかくにやった。そうだね。5発目いきまーす。はい、折り返しましたね。あと5発、残り5発いきまーす。はい、あと4発残り4発いきまーす。あ、残り3発です。はい、残り2発、ラスト。はーい、よし。さあ、それではヒカキンの番いきましょう。あー、この近さでいいんか。難しいよ、ちょっと下手すると外れていく気がする。またなそれ。大丈夫。でもね、多分ね、ヒカキンの方が目が悪いんで。そう、僕 0.0 なんだ。そこがちょっと不利ではあるよね。いきます。じゃあ、ヒカキンのターン、鉄砲いきます。せーの、あ、いいね、なかなかいくね。なんで下なんだ。よく結構いくね。いきます、2発目せーの、あ、いいね、うめえな。3発目、うん、せーの、あー、むずい。4発目せーの、5発目せーの、残り5発。はい、6発目6発目です。うまいな。7発目6発目、はい、せーの、9発目、はい、せーの、10発目せーの、はい、ラスト。これ絶対勝った自信があるわ。これやべえわ。これやばいわ。さ、どうでしょう。どうっていうか、これはね、完全にヒカキンの勝ちじゃん、これ。完全にヒカキンの勝ちだね、これ。僕ね、ほとんど9以内に入ってんだよね。うまいな。そう、僕なんかね、左上の方行っちゃってんだよね。ただ、すげえな。僕多分真ん中に3発は打ち込んでる、うん、はい、これヒカキン。
これね、3発は黒いところに入ってるの、10点。すごいね。で、あとほとんど9点で、3発だけ外してんだよね。そうだね。それもでも7点のところだね。そして、はい、正金は。これは結構ひどいな。結構外してるよね。もう癖が出ちゃってるよ。なんか左上に行く。左上に行くね。多分目の閉じる方向とかで、そういうことか。ちょっと偏ってんだな。俺まっすぐやったと思うんだけどな。なんか毎回打ってずらしてたからダメなんだよね、多分。俺結構打って、そのまま固定して、うん、そこからちょっと微調整ね。そう。あー、そういうことか。はい、というわけで、これがレベルの差ってやつだな。レベルの差。はい、これ後ろから見るとすごいわかるよ。わかるね、確かにね。中心に寄ってるなぁ。そう、これヒカキンですよ、こっち。やるなぁ。ヒカキン、セイキン。だいぶブレてるもんね。いやぁ、なんかね、結構自信あったんで悔しいっすね、これね。俺多分勝てると思ってたんだけど、ダメだわ。打つフォームだけはちょっとかっこいいんだけど。そう、もうフォームでこだわってるから、こうやって。ちゃんと、こういう感じで。実際はね、あの、フォームとかどうでもいいんですよ。当たれいいんだよ。そういう人だから。別にまあ、フォームはまあ、いいんだけどさ、うん、でもうまいな。でもね、ガスガンってすげえなと思って、こんなになんだろう、バッサンって音がすごくて。そうだね。外でまあ、何缶とか打ったら面白そうだね。いや、やばいと思うよ。てか、かなりの威力だからね。ね。もう音が違うもんね。ね。使うときはね、気をつけてやってください。はい、怖いわ、これ。はい。弾残ってから怖いわ。うん、気をつけて。はい、はい、さすが伊達にデザートイーグルを使った男ではないな。ということで、今回はまあヒカキンの勝ちですよ。イエーイ。仕方ないな。ちょっとまた鍛え直して出直します。はい、それではまたお会いしましょう。 See you next time. バイ。Everything's gonna be alright.